はい、ね、では、続きましてね、まあ続きって言っても、まあさっきね、撮ったのが初めてのフリップっていうやつなんですけど、まああれでね、こうフリップマスターしてもらえたら、嬉しいですけど、あーやばいなこれ回転系、大丈夫か。一応外しておきましょう。この三脚ね、案外倒れやすいんだよね。はい、風は相変わらず 2,3 メーター、吹いたり止んだり、まあ0メーターぐらいまで下がることもあるけど、今はね、3メーター 2.5 かな。はい、だいたいね、何回も同じ風浴びるとね、だいたい予測中か、だいたいわかりますんでね。だから風速計今まで買わなかったんですけど、うん、まああった方が視聴者さんには分かりやすいかなと思って、買いました。はい、まあこの機体はね、どうだろう、6メーターでも飛ばなくはないけど、もうフリップした瞬間に風に流されると思います。はい、なので楽しく遊べる風っつったら大体2メーターぐらいかな。うん、3メーターだとちょっとね、追加の舵が必要なぐらいなるんですけど、今ちょっと2メーターとか 1.5 とか、だいぶ風が収まってるんですけど、はい、じゃあそうですね、ホバリングと今フリップ、あ、ホバリングはまあ前下か、なのでちょっと上げましょう。これ室内の機体用なんで回転は低めです。はい、でまあホバリングでね、慣れたらね、こう斜め移動、もう斜め移動までできたらね、いいと思います。こういう風にね、斜めバックで止めれる、斜め前移動とね、こう山でこう三角形みたいにね、斜め移動、あ、倒れ、あとはね、こう風に負けてね、今これ高く相当低くなってるんですけど、風に負けると流されて、草むらに入るとね、探すの大変なんでね、機体発見ブザーがあればいいんですけど、これはちょっとまだつけてないです。はい、でこれが済んだらね、まあノーマルのままでいいんでね、左右横幅っていうか、まあ横幅できなくても多分ね、この左右に流すことはできると思います。自分がそうでしたんでね、うん、多分こう横にね、こう流す練習、もうここまで来るとね、まあまあ楽しくなりますんでね、まあ、ホバリングも最初は楽しいんですけど、こう横にね流せてこう飛んでるっていう感じ、うん、はい、で本当はね、左で左ターン、右で、あ、違う、右で左ターン、左で右ターンですね。要は自分の方にね、ケツちょっと言葉悪いんですけど、ケツがこっちに向く感じでね、ターンするのがまあ大体、基本だと思います。でも自分ね、右のね、左ターン苦手なんですよね。だからずっとね、右でも左でもね、右ターンするんですよね。苦手な方向があると、こう操作にね、ちょっと違和感があるなっていうのがあって、多分ラダーをね、こう左に打つのが苦手なんでしょうね、多分。はい、でそれが済んだら、まあ、ループですね、まあ、これ前回フルスロットルでこうね、左右ね流せるようになったらね、ループができると思ってください。まあ、ループもね、最初怖いと思いますけど、1回できるとね、もうすぐにね、2回目できるようになりますんでね。はい、で、まあ、ループノーマルだとね、ループきついんで回転数上げます。はい、回転数上げて、まあピッチ的にはマイナス6、センターで3度かな、でプラス10度あればいいかなと思います。で風下から走らせます。はい、風下から風上に向かってして、エレベーター引く、
で、まあ、こう引くときにね、最初はね、回ればいいんで、もうエレベーターフルに引っ張ってください。あ、でも、引っ張る、うん、引っ張るのもちょっとタイミングか、あれか。こう、90度ぐらい登ったら、もうクッと引っ張る。はい。本当ならマイナスピッチもね、使った方がいいんですけど、ちょっと風がなさすぎるんで、ちょっと厳しいかな。風があった方がね、こう持ち上げてくれるんで、あれなんですけど、今ちょっと今 1.5 メーターぐらいの風なんで、こうあとちょっと回転数もね下げてるんでね、あとそのなんだなんだっけな、こうエレベーター機体が上に向いてキュッキュッもう真上向いた時にもうフルにエレベーター引っ張る。いきなりね、上向いてないうちから引っ張るとブレーキになると思うんだよね、これグッてね、グッてブレーキになって基礎が死んでしまうんでね、なるべく頭が上に向いたところからグッと上がってグッと引っ張る。うん、で今ちょっとこれ、今大丈夫か、もうちょっと電池が少ないのか、多分スロットルが 100% 使ってないからあれなんだろうけど、室内用なんで、なのでね、あとコードですね、最低でも5メーター以上ですね、人間、肩に足乗っけて、2人半ぐらい5メーターぐらいの高さで、できれば流してください。この、ミニのタイプね、ミニ。それで上げるとね、姿勢が分からなくなる。5メーター、最低5メーター、そしてぐるっと回してやったら大体ね、3メーターぐらいまで落ち込むんでね、そうすると一応ね、正面になったら、助かりますんで、まあもうホバリが卒業している方だと思うんでね。あとはそうですね、あともうやばいと思ったらすぐにね、6軸にやる。あ、ダメだ。はい、6軸、6軸にするのはね、背面陣の時に6軸すると大怪我します。正面に戻らないんで、なので、機体が下を向いた時、もうほぼ、4分の3回ったところですよね。機体のノーズが地面に刺さるっていうかね、地面の方向に向いた時に6軸にすれば一応正面ホバに戻りますんで、うん、それよりも早かったら多分背面の方で安定してしまうと思うんで、パニクっちゃうと思います。パニクると大変なんだよな。なんせ背面なのに正面と同じ、ある意味対面の正面になるんだよね、この操作がね。背面で6軸に切り替えちゃうと、だからちょっとややこしくなる。ピッチはマイナス、普通にねあれなんで逆なんですけど、うん、そんな感じになるんでね。お、そうそう、電池か、ちょっと厳しい、頑張ってますね。今 75% スロットルだけどダメっぽいです。はい、降りましたっていう風にね、まあ、ループ、こんな感じにします。もう本当にね、一回回ってしまえばね、次からね、恐怖心はもうかなりね、もう3割までね落ち込みますんでね、まあ、大きい機体だとね、この5メーターはちょっとやばいんで、大きい機体、450クラスだったら、そうですね、最低でも10メーターぐらいの、上空を流す感じじゃないと厳しいかなと思います。でももちろんね、操作も同じようにね、もう頭が、空を向いたら、もうエレベーターフルにね、引っ張ってあげて、とにかくぐるっと一回転させるようにしましょう。そうするとね、やっぱ最初ね、多分エレベーターに意識いってると思うんで、案外ね、こう綺麗にね回るんですよ、くるっとね。でもね、これ慣れていくとね、
このエレベーターにねラダーが混じっちゃったりしてね、こう変にねぐるんと変にこうなんだろうループしてしまうっていう風にねなっていく癖が出てくるんでね、なるべくそのラダーをね打たないようにエレベーターのみでね、ループできるように、するといいかなと思います。はい、ということで以上になります。